毎度お気にガモです。メンズカジュアルバイヤーの瀬谷と申します。え、ちょっと打ち合わせと違うじゃないですか僕もなんか言いますよって言うから先陣切ったのに。いや、ちょっと、はい、あのいいその決まりのいい挨拶っていうのがちょっとまだ自分は持ち合わせてなくてですね、はい、羨ましいですね。幸先が不安ですけど、そうですね、じゃあちょっと次の動画で考えておいてもらえればなと思います、はい、ちょっとお願いしますね、宿題で。ちょっと欲しいので、はい、そういうのちょっと一緒に考えてくれたら嬉しいかな。わかりました。今回、まあ、瀬谷さんも今ちょっとちらっと着てるのが見えると思うんですけど、まあ、僕も実はインナーに着ているんですけど、フレッド・ペリーでございます。はい、はい、まあ、もちろんあのご存知の方も、ね、ご覧いただいている方非常に多いと思うんですけど、シップスの中でも大定番ブランドで、まあ、今回はその別注企画、まあ、秋冬物のご紹介なんですけど、まあ、そこに入る前に早速ちょっと目の前にあるんですけど、はい、なんかめちゃくちゃ人気と聞いたんですけども。そうですね、はい、やっぱ春夏で定番で、うん、前回の YouTube でも、うん、ラコステとフレッドペリーの二軸で紹介させていただいたと思うんですけども、やりましたね。はい、まあ、フレッドペリーはやっぱり人気でして、うん、はい、と T シャツのタイプ と、うん、まあ、ガモさんが今着ていただいて、はい、毎シーズンやっている、イングランド製のポロシャツの二軸で、うん、はいはい、展開してて非常に好調に皆さん人気で、はい、買っていただいたっていうところで、はい、まあ、秋冬もまあ、これに続いていくような商材っていうものを用意できたかなと思うので、はいはい、まあ、紹介させていただければなと思います。ありがとうございます。はい、じゃ早速ちょっと紹介というか、まあ、この人気シリーズから、はい、まあ、ちょっと一番近しい第1弾といいますか、はい、第1弾これですよね。はい、これはズバリ何でしょう、何なんですか。はい、それこそ先ほどの春夏で、大人気でしたっていう、お伝えしたシリーズの秋冬のバージョンですね。ズバリ長袖を今回やっと用意することができまして、うん、はい、まあ、何年も、やりたかったものではあるんですけども、うん、なかなかちょっとこう実現するのに時間がかかってしまった部分でして、はいはい、ようやく、24年の秋冬から、うん、紹介することができますという、はい、でも普通のロンティーじゃないんですか？こちらはいや結構欲しがりますね。わざとっぽく、はい、欲しがりますね。導入があんな感じだと、はい、生地自体も、はい、綿100の鹿の子ではなくて、はい、SS だとソロテックスの糸を、はい、使った鹿の子生地を採用してたんですけども、うん、秋冬は、クールマックスの、糸を採用してます。でもクールマックスってすみません、秋冬ですよね、はい、勘違いかもしれないですけど、うん、結構夏によくうちの商品にも下げ手がついているイメージなんですけど、はい、そう、秋にあえて、まあ、割とこう春夏のイメージっていうのが非常に強い、はい、まあ、クールでマックスなんで、いや、もうやべえ冷たいみたいな、はい、なんですけども、はい、まあ、もともとはその吸水だったりとか、はい、速乾性に、優れた素材になっていますので、はいはい、言ったらこうドライタッチで、着用できるというところが強みなんですね。なるほど。それが結果的に、はい、まあ、快適に過ごせるっていうところで、まあ、その汗ばんでベタつかないとかっていうところが、はい、多分、まあ、クールだったりとか涼しい印象を与えるっていうところなんですけども、まあ、全然こう通年で使っていただける、はい、生地だと自分は思っていて、はい、であとは、やっぱりそのポリエステルの、糸なので、洗濯した時にすぐ乾く、その速乾性っていうところも非常に強いというところになってます。で、まあ、その糸を使用して、うん、このソロテックスの、生地に限りなく近い、はい、質感っていうところまでちょっと追求して、はい、一からこの鹿の子を編み立ててるっていうところになってますね。じゃあもう年中使える、はい、快適な。そうですね、一応ね、秋冬は来ていただいて、はい、まあ、上にどんどんレイヤードしていってもらって、まあ、夏になると来年ももしかしたら出るかもしれないんで、はい、そうですね、半袖に切り替えていただくと、はい、1年中じゃあフレッドペリーが着れる。そうですね、1年中楽しめます。はい、最高です。ありがとうございます。はい、なんかこう、はい、その中でも、クールマックスの中でもそのフレッドペリーのブランド自体が今すごくこう、うん、サスティナブルだったりとかエコっていうところにすごいこうよりこう会社的に強く、はい、取り組みをやっておりまして、うん、クールマックスの中でも、エコメイドという、生地を使用して、エコメイド、はい、ペットボトルからリサイクルして、繊維を作ってる生地になってます。すごっ。いや普通にもうコットン触っているようにしか感じないんですけど、すごい、そうですね、ドライタッチになっているので、はいはい、よりシャリ感も強くて、はい、もう本当に最近も、最近というかまあ去年も一昨年もだったと思うんですけど、はい、すごく
冬、秋冬が暑くて、うん、本当に11月ぐらいになってこないと、なんか着物冬物着れないかなっていうような感じなので、うん、まあ、自分としては、手前から着れる長袖として、うん、こういった商材っていうのは、バッチリかなと、はい、すごい使い勝手いいかなと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。素晴らしいトップバッターだったと思います、はいはい、春夏かなり人気だったと思うので、まあ、これもちょっと早いこと売れちゃう気がなんか僕は勝手にしているの で、 そうです、ね、ぜひ早めにチェックいただければと思います、はいはい、ありがとうございます。すごいっすね、はい、まあ、あとあんまりちょっと伝えてなかったんですけど、はい、配色っていうのもしっかり、一から、組んでおりますので、今回は白黒と、はい、紺地にブリックっていうカラーリングのものと、はいはい、あとは、黒のボディに、シェーデッドストーンというちょっとこうグレーと、ベージュがかかったような、カラーリングの3色になってます、はい、ありがとうございます、はい、あとちょっとなんかこうやってる時に見えたんですけど、これ、はい、これもなんかすごいですねそうですね、はい、それも一押しです。なんか最初瀬谷さんもこう前回 YouTube でラコステとフレットペリー別紹介ポロシャツ編でしたんですけど、なんかこう、まあ、そこで僕も言ったりとかとコメントにも書いていただいたんですけど、やっぱカルチャーを感じる洋服ブランドだなっていうところがあって、うん、なんかこの形がなんか僕的にはすごくブランドらしいし、こうなんかいろんな背景まで見えてくるような形かなと思いました、はい、めちゃくちゃこれは気になりますね。いいですよね、はいはい、中第2弾は、昨年も秋冬で展開して、はい、かなり人気だったトラックジャケットっていうところを、はい、アップデートしました。うーん、はい、色もなんかすごいですね。そうですね、それは、カラーに関しては、はい、先ほどの、長袖のカノコの T シャツと、はい、リンクしてまして、あ、なるほど、はい、ネイビー×ブリックと、はい、ブラック×シェーデッドストーン、シェーデッドストーン、はい、シャルターカラーリングの名前です。名前からかっこいいですね。そうなんですよ、なんか毎回フレットペリーって、はい、カラーの名前がすごいかっこよくて、いや、おしゃれ、はい、でブリックなんでブリックなんですかって言ったら、はい、イギリスの本社のレンガの色から、はい、インスピレーションを受けて撮ってますとか、ちょっとシャレてますよね。そういう、こう遊び心みたいなところってこう忘れちゃいけないなって思うんですけど、まあ、それを今でもしっかりこれだけ人気なのに体現してるっていうかっこいいブランドですよね。いや、ちょっと早速僕ブリック着ていいですか。あ、ブリックどうぞ。ブリック の、 裏話というか色の設定を聞いた時点でちょっとこれは着たくなっちゃいましたね。ブラウンと確かに赤みが結構強いというか、そうですよね、なんかピンクっぽいというか、はい、へえ、着用します。はい、はい、どうぞ。いや、いいですね、トラックジャケット本当にかっこいいと思います、うんうん、ちょっと開けてきてもしゃれてますよね、はい、確かに。でもやっぱ僕全締めもかっこいいなと思いますけど、ね、ちょっと開けるのも確かにおしゃれで、はい、いいですよね。これもしかもすごい快適です。別注のポイントとしては、はい、まず、インラインでもやっているポルトガル製で今回作らせてもらってるっていうところが、はい、まあ、一つ推しポイントになってまして、はい、二つ目は、まあ、配色、先ほどもお伝えした通り、配色も一から、リクエストしてますので、こうスポーティーすぎないカラーリングっていうところを非常に意識して別注してます。なので、なんかこうファッションに馴染むというか、うん、なんかジャージ着てるぜっていう感じにならずに、うん、すごくこう落ち着いた印象でファッションに馴染んでいくっていうところが、うん、自分的に一番いいなって思うポイント で3つ目、うん、まあ、これ去年も言ったかもしれないんですけど、うん、フレッド・ペリーのトラックジャケットってもっとこういろんなブランドのトラックジャケットあると思うんですけども、まあ、ズバリなんかこうスポーツブランド必ずスニーカーとか合わせるときにこう、はい、なんていうんですか、ブランドのバッティングってめちゃめちゃ自分気にするんですよ、ね、いや、それ瀬谷さんがなんか前たプライベートなのかちょっといつか忘れちゃったんですけど、おっしゃってるのを聞いて確かになと思いました。アディダスのトラックジャケット着ます、はい、うん、その時にナイキの靴履かないじゃないですか、うん、かります。もう本当それと一緒で、はい、フレッド・ペリーの、アイテムって、まあ、一応スポーツが起源でやっぱスポーツブランドではあるんですけども、うん、他のこうスポーツブランドと合わせても、うん、ハレーションを起こしにくいっていうところが非常に強くて、はい、なんかトラックジャケット僕もなんかいろんなもの買ったりするんですけど、うん、その中でも一番なんかすんなり合わせやすくてこうストレスなく、うん、あ、これにこれ合わせようってシンプルに合わせていけるのが、うん、なんかフレッド・ペリーのトラックジャケットである意味というか、確かに、はなんか自分の中ですごい強い、はい、うん、はい、ポイントかなと思います。ありがとうございます、はい、あと特にね、毎シーズン、まあ、シップスでもそうですけどこうトレンドのスニーカーとかが出るので、はい、
こう足元がこう毎シーズン買い足していっても、はい、まあ、これをずっと着とけるっていうのはすごく安心感もあるし、もちろんブランドとしてすごく伝統的なので、なんかそういった意味でも非常にいいかなと思いました、はい、でそれを見てる間になんかまた見つけちゃったんですけど、これは何でしょうか。それも見ちゃいますか。はい、いやもちろん見ちゃいますよ。こちらに関しては、はい、これこの僕が今着ているハリントンジャケットの次にやった、中綿の、はいはい、襟付きのブルゾンを、イメージしてもう一度、24年秋冬で作ったアイテムになってます。ブラックにこれもシェーデッドストーンくっつけてるっていう。あ、本当だ、これも、はい、すごいな。シャツ と、はい、ブルゾンのアイノコのような存在のものになっていて、はい、非常に軽くて薄い中綿が入っておりますので、うん、まあ、本当に、まあ、先ほどの T シャツの話ではないですけども、うん、で本当に暑い時期が続くじゃないですか。そうですね、そういった時に、まあ、すごく使い勝手のいいアイテムなんじゃないかと思って、うん、今回別注したアイテムになっていて、薄い中綿が入ってるんで本当に、まあ、シャツ と、アウターの中間のような感覚で、うん、さらっと羽織れるようなものになってますね。なるほど、はい。じゃあ次瀬谷さん、ちょっとこれ着てもらってもいいですか。いいですか、はい、いや軽くていいですね。わあすごい、はい、あでもなんか厚みそんなに出ないですね。すごく結構ボリューミーになるのかなと思った、はい、案外そうなんですよ。本当に薄くて軽くてさらっと羽織れるような、めちゃくちゃいい。でボリュームもそこまで ないので、はい、まあ本当に年内とかだったら全然これアウターだけでいけちゃうんじゃないかな、うん、確かに感じですかね。あとまあさっきのこのクールマックスインナーとかに挟んでもらったら、はい、まあ、おっしゃってたこうロゴを統一させてるっていうのもあるんですけど、はい、まあ、物によってはって感じなんですけど、そうですね、快適にやっぱり体温保つ、なんかこうね、言ってもこう湿気があったりとか、あと、はい、屋内の暖房とかの問題も結構あったりすると思うんですけど、そこが結構なんか解消されるのかなと思ったので、うん、快適に過ごせる、なおかつブランドとしてはかなりこう伝統的なものを着用できるっていうのはなんか面白かったです。今日お話聞けていいですよね、はいはい。今回はそうですね、よりこうフレットペリーのアイテムを、ロンティとトラックジャケット と、うん、こちらのジップ の、うん、ブルゾンっていうところの3着っていうのを用意して、はい、しっかりこうフレットペリーの世界観的なところを、まあ、皆さんと共感していけたらいいなと思って、はい、しっかりこうバシッとこうお店でも見れるように、うん、たくさん用意できたかなと思います、はい。まあ、冒頭でガモさんもおっしゃってた通りで、はい、まあ、ずっと定番でやってるんですけども、なんかここ最近気分というか、うん、フレットペリー着たいなっていう感覚ってこう年々強くなっていく、いや、分かります、はい、うん、っていうところで、でもう本当にお客様も本当にその感覚が僕たちと近くて、うん、年々人気になっていってますし、うん、まあ、特に秋冬のトラックジャケットとか皆さんに見ていただけれたら嬉しいなというところはすごい今回も思って、うん、はい、参加と別注できました。ありがとうございます、はい。あと僕お店の方から聞いたんですけど、結構親子でまあ、フレットペリー先ほどからずっと言ってるこう伝統的なブランドなので、はい、昔例えば、まあ、着てらっしゃった方が、まあ、お父様お母様になられて、はい、お子さんが何かこうシップスに来ていただいてとか何かこう着用できるもの、まあ、特にこのポロシャツ T シャツ夏はそうだったと思うんですけど、やっぱり信頼が置けるブランドっていうところ で、 そうですよね、まあ、あと親子で着ることもできますし、なんかそういった意味でもなんかこう幅広いブランドだなと改めて再認識しました、はい、はい、っていうお話でした、はい、はい、ということで、まあ、お店には随時入荷するかと思いますので、まあ、店頭でお問い合わせいただくか、はい、あと EC ページ等にもおそらく記載があるかとは思いますので、はい、ぜひチェックいただければと思います、はい、ですね、毎度お気には決まりましたけど、指名なんか考えておかないといけないですね。もし何か候補あればコメント欄に書いていただければと思います。はい、じゃあ本日は以上でよろしいですか。はい、終わりたいと思います、はい、ご視聴ありがとうございました。